はい、皆さんこんにちは。高先生ととしこ先生のそろばんチャンネルなんですけど、まあ、今日はゲストというかですね、まあ、こういうの松本健太郎さんでございます。皆さんということですね、まあ、実はですね、まあ、これインドの、ランチっていう場所でね、はい、さっきランチを食べていましたけど、はい、ランチでもう皆さん意味わかんないと思うんですけどね、デリからね、東ぐらいに1時間半というところで、実はですね、まあ、今回は何をしてきたかっていうと、松本さんのおかげで、イベントをやったんですね。はい、まあ、去年の、実は京都の国際大会でも、松本さん、実は登壇されてるんですけれども、図形の極みとかね、いろいろなそういった玉井式、玉井インベストメントエデュケーションズの、海外事業部の本部長みたいな。本部長ですよ、ね。いやいや、もう僕より全然お若いですよね。29ですよね。もうこれからもうぜひ30代でウェルカムみたいな感じなんですけども、もうインドでどのような、今ことをされているんですか？はい、タマイインベストメントエデュケーションズという会社なんですけれども、うん、日本の子供向けにいろんな教材を作ってます。国語的算数教室。はいはい、図形の極みで紹介いただきました。そ、はい、してあとソロバンの、映像を見て学習するいいソロバン、他にもたくさんあるんですけども、その教材を英語に直して、インドの子供たちに使ってもらおうということで、海外事業部としてインドを主に活動しているんですけども、そう、ね、学校を訪問してこの教材を使ってくださいというような活動をそうですね。で、まぁ、いいソロバンに関してちょっとね、僕がちょっと関わらせてもらって、ありがとうございます。感じで。で、まぁ、今回ランチで、なんか4つぐらいイベントをやりましたよね。はい。僕のこっちの今ある会社で、塾を持ってるんですけど、その塾で生徒を集めてのイベント、写真後から出してもらったらと思う。そうですね。と、あと、学校が今、2つ、参加をしてもらって、これがすごいですね。そうですね。DPS ランチ、もうすごい、900人ぐらい、そうですよね。イベントに来ていただいて、はい。それで、いろいろね、アンダーのイベントを、本当にそうですね。させてもらって、でも、あれ面白かったですよね。掛け算を暗算でやってもらったんですけど、まあ、生徒にこうやって、数字書いてもらって、そうそうそう。で、1問目正解、2問目正解、3問目正解、4問目正解、5問目、あれってなって、そう、あれっていうね。まさかの高先生が間違えるかって思ったら、一瞬ちょっと焦りましたけどね。ね、あれ、生徒が、999って書いてたの出したんですけども、僕が最低限の時に反対になってて、666、悪魔の数字。ちょっとね、危なかったですけどね。あれね、まあね、そんな感じ。いや、でも全問正解。いや、ありがとうございます。でもやっぱりインドでやって感じるのは、その、掛け算とかがやっぱり、受けがどちらかというと、そうですね。いいのかな。最初足し算やって、引き算やって、その時掛け算割り算って言って、掛け算までできるんだみたいなね。そうそういうふうにね、思ってもらってということで。でも、今、図形の極みとかいろいろやってますけれども、その番っていうのはかなり、インドでは、どうなんですか、その部門の中では、どれくらいの人気を誇っている感じですか？そうですね、他にも日本語とか、理科の実験のプログラムがありますけど、正直言うて1、2を争うような。すごいですね。ソロバン自体がインドで結構有名ですね。いろいろありますね。はい、英語でアバカスっていう風に名前がついてて、いろんなインドの会社でもこういう授業を行っているところがあるんですけども、ソロバンすごい有名です。ただ、やっぱりこの高先生みたいな、すごくね、暗算ができる方があんまりいないので、うちのスタッフにもこれチートってね、ズルしてるんじゃないかって疑われないようにしましょう。そうね、なかなかね、その辺をね、いろいろ打ち合わせしましたよね。だからこうね、生徒のちょっと書くインドの独特のね、ちょっと数字を見るかなとかね、7にこうあったらなんかちょんってつきますもんね。その難しい数字も読んでもらって、はい、本当にありがとうございました。いやいやいや、本当でもね、その方がね、盛り上がりもね、でもですね、やっぱりでもインド広いんですよね、まだまだ広げたいって。そうなんですとか、今結局拠点はタメイインベストメントエデュケーションとしては、はい、今はデリーに本部が、はい、首都のデリーですね、で、今私たちいるのがジャールカンド州ランチっていう、デリーから見て東の海に近いところなんです。あ、海に近いんですね。そうですね、もうちょっと行ったらコルカッタ、はい、コルカッタの方がね、有名ですね。聞いたことあるかもしれないっていう。今、拠点が2つあって、で、他にも今、開拓をしていってるんですけども、すごいですよね。もう、ね。いやでもスタッフが、日本人、私ともう一人しかいないので、ね、なかなか、いやなっていうのが、面白いですけどね、すごいね。そう。仕事、開拓していく仕事なので。そうですよね。いや、僕も本当に行きたかったんですけど、まあね、明日日本に帰らなきゃいけない。一瞬パスポートなくしかけましたけど。ああ、いいですね。もう残らなきゃいけないんじゃないかっていう。いや、もうこれ神様が残れてるのかな。ちょっとヒヤヒヤしてたんですけど、でも本当にどちらかというと、そういう、なんていうんですか、インドとかで活躍したい人みたいなのがいたら、それは、
どうなんですか？もうウェルカムですね。もうウェルカムだそうですよ、はい、皆さん見てる方で、あ、なんかあの条件みたいなやっぱり条件ありますかね。ですか、まあ、英語はコミュニケーションがしっかりできて、あとはこうあのする仕事がもう毎日決まってるわけじゃないので、そうですよね、それを楽しめる人みたいな感じですよね。だからこう新しいことにチャレンジしたいなっていう方がいればもうすごくウェルカムなので、もう男性女性とかも、まあ、一応全然大丈夫です。大丈夫、私男性でもう一人、あ、そうです、女性の方ですので、うん、はい、まあ、安全には配慮します。あでも本当にインドあの来て、あの僕今までデリー何回か行ったことあるんですけど、向こうでデリーとランチってどこだろうみたいな感じで来たんですけど、結構やっぱりあのね、普通に子供たちもあの朝も普通に歩いて登校とかしてる感じなので、うん、なんかやっぱりあの治安悪いところだと結構親が必ず送り迎えしてる、ね、ことはあるんですけれども、うん、そういった、まあ、もちろん夜ね勝手に中で歩くとか、まあ、そういうのはね、あの避けた方がいいと思いますけれどもまあ普通になんかね、そうですね、みんな全然平和に暮らしてる感じだったので、はいはい、うん、もうぜひね、あの、まあ、基本はインドなんですよね。でもインドに限らず、はい、海外事業部ですね。ですよね、はい、インド以外でも、うん、あのいろんなジェク様に使ってもらっているので、うんうんうん、アメリカだったりシンガポール、ベトナムだったりにもお客さんがいるので、うん、はい、世界中で、ね、広げたいっていう人は ね、 ね、ぜひね、はい、本当にもうあのね、あと一緒に今お仕事をさせてもらって、ものすごくやっぱりあのいろいろ英語ですごくあのやっぱり子供たちに伝えるんですけど、めちゃくちゃまとめるのがうまいんですよ。いや、もうさすがやっぱりもうずっとこちらにいるなっていうことでですね、いい、これもね、本当に精力お付き合いいただきたいな、こちらこそお願いいたします。はい、もう本当に皆さんぜひあのインドだけじゃなくてね、ミャンマーも、ミャンマーもそうですね、ミャンマーもこれがあるので、そう、はい、ぜひぜひ、もういい会社ですからね、あの本当に京都に本社が本来はあるんですけども、そうですね、京都の市場からスマに、そうなんです、めちゃくちゃいい場所なんですけど、はい、本当にお世話になってるんですけども、ぜひ皆さん、ジョイン、一緒にジョインしてくださいって僕は別に社員ではないんですけどもね、いえ、僕加わっていただけたら嬉しいです、しておりますので、はい、ありがとうございますということでね、皆さんまたよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは皆さん、チャンネル登録もよろしくお願いします。さようなら。